無料のですねメルマガコーダというのがちょうどこの QR コード、この斜め上に QR コード貼ってますんで、まあ言えばプロのアーティストがある程度必要なテクニック、そういうことまでもですね動画に解説してますんで、よかったらそれをですね見ていただいたらいいかと思うんですが、今日はその中の一つとして、まずまあこういうあのシート、無料のシートがあるので、この無料のシートを使ってレッスンをねご自宅でしていただいたらいいんですけども、まあ左側に見本になるものがあるんですけど、黒目の端上ぐらいに山を作ります。で山をまあちょっと描いて、これ左側も同じように山をちょっとちょんちょんと作ります。わかりますね。でここの山を起点に1番って、左側の1番って書いてますように、山を起点にちょうどこの目の目尻のカーブに沿ったラインをまず軽くさーっと入れていくんです。こうしてこれは平行になるように、だいたい平行に入れていきます。でこう入れたら、まあ、左側も同じように入れていくんです。これはですね、あの何を言いたいかというと、まあ普通にメイクを実践するときも右ばっかり 100% やってしまわないようにというコツなんですね。でこうやって左右に入れて、それから山から眉頭に向かうラインをさーっとこう描いていきますね。でこちらも左側の眉もこういうふうに入れていきます。そして左右を見ながらですね、このちょうど鼻筋の眉頭に向かうラインを調整をしながら、ちょうどこうなんですよ、眉頭のこの始まりの部分がですね一緒に見えると眉ってバランスよく見えるんですね。だから左右でこういうふうに入れていくと、もうざっくりですけども、もうなんとなしにイメージ分かったと思いますね。でイメージ分かってきたら、あとはこの眉山から眉尻のこの部分をちょっとこう強調して描いていく感じです。まあ、ちょっと見本の眉はちょっとかなり眉尻細くなってるんであれですけど、まあ、今はちょっともうちょっと太めの方がいいんでね、太めに描きますよ。まあ、こんなふうにして描いていくと、眉が結構、出来上がりやすくなります。でちょっと左右見ていただいたら、ちょっとこう少し、ちょっと飛び出たとか、まあこれねあのペンシルで描いてるのであれなんですけど、こういうところは、まあ、スクリューブラシっていうのがありますんで、まあ、ここではちょっと消しゴムを使いますけど、スクリューブラシとかでこの飛び出た部分の眉尻をちょっとシャープに直してあげる、ちょっとこうはみ出した部分をシャープに直してあげる、まあ、こういうのをしていくと、まあまあ短時間にですね、ざっくりですけども眉が描けていくっていう感じですね。でまあ見ていただくと分かりますけども、タッチとしてはグラデーションをきちっとしたいんですね。だからまあちょっとこの濃いめの方のペンシルで使って、この眉の下の底辺あたりを少し濃いめにしてあげると、で山から眉尻、そうするとちょっと立体感出たの分かりますね。立体感、これはですね、今このペンシルで使ってやってますけれども、実際は、要はパウダーと眉ペン使い、要は2色使いをするとこういうふうな立体的な、まあ、眉が出来上がっていきやすいということですね。今ちょっとここで濃いめのペンを使いました。で最初このちょっと軽めのペン、まあ、こういう薄めのペンでもいいんですけど、これであとまあ調整をして、眉頭なんかはあまりこう濃くならないように軽くこうつけていくと、ね、なんとなしにざっくりこういう感じで眉が出来上がっていきます。ちょっとこう上の方が、そうしたらですね、左右でこう見ながらしてるとバランス取りやすいんですね。ところが、まあ、よくその実践でされる方っていうのは、もう右の眉をもうとにかくパチッと描いてしまったら、から左に行くというね、そういうふうになってしまうと、もう右に合わすっていう感じになってくるんですよ。だから本当は左右、左と右をこう左右バランスをですね、2、3割ずつ描き足しながらやっていくのが一番分かりやすいですよということでございます。まあ、こんなふうにして見ていただくと、まあ、ざっくりね、ちょっと見本の眉よりか少し水平眉になってますけども、まあ、ここはねバランス、左右のバランスの、左右の、
毎日練習をするという意味でこの紙に使って書いてもらったらいいと思います。それから、まあ、手順も1から5って左側に、まあ、丸で書いてますように、あの基本的には眉のですね、山、はい、眉の山、この眉の山を起点にですね、まず眉尻に向かう2番のラインを取って、それから眉山から眉頭に向かうラインを取っていくという形になります。まあ、そこをね、あのこの順番をですね、あのある程度紙の上で練習していただいて、絶対にこれでないとダメっていうことないんやけど、あのこれなぜこういうふうにしてるかというと、眉頭の方がすごく濃く張り付いてるような人がやっぱりまだ多いんですね。そういう部分では眉頭っていうのは眉頭から書いてしまわないようにする方がいいということになります。通常の眉というのはこう横にね、眉毛が生えてるわけではないので、これは、まあ、あくまでも練習のために今書きました。で、ただですね、通常はこの眉頭の部分が縦にこういうふうになっていきます。縦に生えてますね。で、眉山から眉尻に向かうラインがこういうふうに斜めに生えていってます。それから眉山から眉尻に向かうラインにもこういうふうにして、上から下に毛が混ざっていきます。ここが一番重なっていく場所ですね。だから一番ここが濃くなっていく、眉ってこんなになっています。まあ、ちょっと今これ水平眉みたいな感じで書いてますけど、通常はこういうふうに眉頭は立ってるわけですね。まあ、こんなふうにして通常その検定なんかはこういう1本ずつですね、毛並みを立てながら眉のデッサンを描いたりするんですね。まあ、先ほど描いたべったりとついてるような眉ではないんですけど、まあ、こういうふうに毛のこう方向性が分かりますね。はい、でこれでですね、トリミングっていうことになります。これが、まあ、ボーボーの毛がですね、まあ、ちょっともうちょっとやろうかな。ボーボーの毛が多い人ってどんなになってるかというと、まあ、これいらないところにも毛があるわけですね。これ結構眉頭の方をもうちょっとボーボーにしとこうか。それからこの下とかこういうところもついてるんですね。わかりますよね。もう眉頭 もそうです。眉山から眉尻もこういうふうに太くなってるわけですね。でここをじゃあトリミングするときっていうのは、これちょっと、消しゴムでいきますと、まず眉、この左側の理想の眉からすると、眉山から眉尻のこの下のラインがいらないです。でこれをトリミングするわけですね。もうこれだけですね、見てください。すっきりとします。これ男性の方も特にここが多いです。はい。これだけでちょっと上昇した感じ、眉尻がですね、の方向性が上昇したようになります。そして眉尻の上の部分も少し長くなってるんで、ちょっと削ります。はい、どうでしょう。これですごい可愛らしいね、眉ができました。そして、眉頭の下の部分をします。はい、まあ、こんな風にしてちょっとこれ短めになりましたけども、ボーボーだった眉もね、こういう風にしてトリミングするだけで非常にですね、かっこよくなりますね。すっきりします。であとはですね、このトリミングした後に眉尻の部分を少しペンシルなんかで伸ばしてあげると、見てください、垢抜けした眉になっていくわけです。はい、まあ、こんな風にして眉が出来上がってきます。まあ、ちょっと眉山の部分が、ね、かなり内側、内入りになりましたけども、まあ、それでもね、こういうのをあえて作っていく、山をちょっと内側に入れて作っていくという、こういうデッサンもあります。この紙の上でもね、ある程度こうやって、眉の練習なんかを描いていくと、実際本当に自分の 目でこう見ながらですね、手が覚えていきます。でそれを自分の顔に映し込んでいくというふうにされたらいいかと思いますね。はい。